さあということでやっていきましょう、はい、行きましょう。ドラえもんのドラ焼き屋さん、はい、ドラビアンナイトね、ナイトね、はい、ね、さあ行きましょう。まず、4月4週目最初はランクアップから。ランクアップ見てみる？行きましょうか。目指せランクアップ、あの一番右の、はいはいはい、あれが溜まったので、はい、ちょっと押してみましょうか。はい、あ、食材探し、なるほど、あ、これで溜まるとランクアップを選べるようになるのね。そうだね、はい、自動的にだからやってれば溜まるようなものが多いね、最初は。これでランクアップします。一つ星になるの。おお、条件すべてクリアしてランク1になりました。一つ星の和菓子屋になったぜ、はい、お、来た、急いで駆けつけたのよ。それにしてもこんなに早く星一つを獲得できるなんてびっくりしちゃった。ご褒美あるって。ドラミシュランがね、ドラミシュラン、あ、柿の木デザインタイルの廊下アンドン、めっちゃいいじゃん。もういいですね、立ててみよう。わあ、やった、ありがとうドラミちゃん。ご褒美リアクションも利用してもっとたくさんのお客様に来てもらおう。新しいストーリーを発見しました。お、流れ星、はい、今日もたくさん売れたね。わあ、大変だったな。あ、ドラえもん見て、綺麗だよ。流星群かな、綺麗だね。ねえドラえもん、ドラ焼き屋さんのお手伝い大変だけどちょっと楽しいね。のび太くん、そんな風に思ってたんだね。だってさ、僕たちが作ったお菓子を喜んでくれるんだよ。すごいことじゃない。うん、そうだね。この星の数ぐらいお客さんが来てほしいね。星の数は難しいかもしれないけど、これからきっといろんな世界の人たちとたくさん出会いがありそうだね。楽しみだね。よし、明日も頑張るぞ。いい話。あ、次のランプ、ランクアップの条件持ってきたよ。星二つ星だ。うわ、評判を上げるが100必要。新しいお菓子や施設を増やすと評判が上がる。で、評判上がるとお客さん増えんのかな。そうだね、きっとね。で、お菓子の発見、新しい食材はもういけそう。検定に合格、検定はもう来るもんね。っていうことは評判を上げていく戦いだ。しかもランク5まであるわ。その三つ星とかじゃないわ。なるほどね。未来デパートに新商品が増えました。行ってみますか。さあ行きましょうか。いろいろと。まずちょっとじゃあ未来デパート見てみますか。あ、いいよ。はい。うん。あ、うわー！あ、あ、あれだ！ムード盛り上げ楽団。チキンシンフォニー！チキンシンフォニー！気力が 25% 回復。評論ロボット。評判が上がりやすくなる。あ、いいね。あ、これいいじゃんね。自動販売機が。え？これなんかお客さん獲得につながりそう。ね、お座敷釣り堀。お！釣り堀立てられるって。へぇ。あの、うん、ようやく釣り竿が必要なの。無理やりトレパンを履く。なんでそれ。で、これ。だからトレーニングパンツ。これも気になるよね。カムカムキャン、うん。お客さん、お客の満足が高まるとフィーバーを起こす。フィーバー。買っとこうか。ね、こういうのやっとこうよ。うん、これと、あの、評判上がるやつ買っとかない？ 16、あ、16かかっちゃう。あ、まだいっぱいあるわ。あ、気ままに夢見る気。どうする？評判、あ、じゃあこの猫と自動販売機どう？あ、いいね。カムカムキャット、カムカムキャット自動販売タイムマシーン。ここからお客さんを増やす戦いだよ。ゴーダショーって何が増えた？アバター買えるようになった。要はあれだね、どっちかっていうとこの1回出た食材を買えるみたいな。そうだね、うん、よしよしよし。自動巻き立てる？立ててみるか。これを、これも裏側に、え、裏側？これあの増える、土地が増えるマシンとかと同じ扱いってことですか？すごい範囲よ。何これ？え？あ、違うか。ここじゃん。どこでも建てられるってこと、うん、どこにする？裏手でいいんじゃん。自動販売機？自動販売機じゃないでしょ、これ。別に自動販売機建てられるマシンだから。じゃあここでいいのか。一旦ね。これに建てる。うん。でも下タイルができる感じ。じゃあここは？なるほど。あ、ほんとだ。あ、いいよ。OK。
あ、審査に参りました。本日はよろしくお願いします。これは自信あるよ、ここにね。そうですよ、見とこうか。これにしよう。あ、ドライカットに買うんだ。さあ、ここ、ここ、ここ。はいはいはい。満足度が。満足度高いんじゃん、あれ。ね、高いよ。あ、ドリンク持ってった。静かが。結果発表。ニコニコマーク。4、10、30、20。え、高いんじゃん。評判だけ低いけど、94点。合格！素晴らしい！よしよし、評判が低いの気になる。評判だから、ここ満点なの。施設とかメニュー数なんだよね、多分。あ、なんだこれ。勲章で。勲章を誰に渡すか。気力が増えるよって。伸びたか？静香ちゃん。静香ちゃん気力いつも少ないね。静香ちゃんに渡しとく？うん。はい。オープンしたって、うん、おかりの店なので心配してましたが、お見事でした。はい。ドラビアン内藤の。よし！お、未来コイン10個。これ評判、魅力アップ、あ、いいじゃん。素晴らしい。合格おめでとうございます。今後も挑戦していくと良さそうです。カズヤ！評判が20人になった！あ！これさ、評判上げたいな。いろいろ施設作っていくか。あ、座席がないな。あ、座席が必要。もっと。あ、なるほど。これ、じゃあ、ちょっと場所、さあ、奥にしない？いい？何を？座席を何箇所か。いいよ。だから、カズヤ、やることとして、その休憩室とかキッチンを奥にして、座席だけパッと増やさない？そうしようか。うん。これその間上、その上広げながら、その周りだけどね。これありだね、うん、あ、そこ入っちゃった。でキッチンも、うん、それいいじゃん、ひっくり返する。いいか、これで、うん、こうで広げよう。よし、いいぞいいぞ。で、座席もガンガン広げよう、うん。デザインタイル、そうだ、手に入れたんだ。こうやってできるんだ。なるほど、わかった。オッケー。で、配置で、うん、セーブした。立てる、配置替え、ドリンクを、休憩室の前とか、あ、いいよ、そこ。うん、あ、いいんじゃない？雑でいいよ、とりあえずまだ。座席を増やす。座席を増やす。2人用座席しかないか、今のとこね。2、3個置いちゃおうか。ここに置くよ。うん。おっと、新しいお願いが増えた。新しいストーリー来た。はい。あ、新しいお客さん。すっかりお客さん増えたわね。よかったわ。本当だね。この調子でどんどん新しいお客さんを増やそうよ。新しいお客さんどんどん増えるかしら。え、それは、世界中のアリさんにもお菓子を食べに来てもらうとか。ん？世界中？そうだ、もっと遠くにいるお客さんにもお店に来てもらおう。そうね、それはいい考えだわ。ドラちゃん、遠方のお客さんが、お店への気軽へ来られるようにできないかしら。じゃあ送迎バスを走らせるのはどう？そういうことじゃないんだよ。送迎バスいいね、やろうやろう。それだ、もう決まった。そういうことじゃない、じゃないんだよ。そういうことだ。送迎バス世界中つってんのに落ち着くわとか言って。なんかさ、もう座席ないか。あ、本当だ。ブランコも置こう。うん、ブランコ。柿の木も置こう。柿の木も置こう。どこ？あ、その辺いいかも。いいね。評判を上げていきたい。評判を上げたい。うん。で、ブランコも置こう。どこにする？あ、いいね。その辺どっか遊べるとこ。うん。ここか？
ここでいいか。うん。いいよ。ちょっと待って。いいですね。はいはいはい。ね、作品、あれが解放したい。溜まってるのがある。あ、そうだ。遠くで呼んでる声がする。これ、作品、これ溜まっちゃってるのよ、パーマン。パーマンだ。これ二つはいけないか。60必要。あ、いける !60 必要。いけない。あ、いけないわ。はい。パーマンつなげるよ、はい。さあ、パーマンの世界とつながりました。はい。ここはどこだ？僕たちの街に似てるけど、ちょっと違う不思議な世界とつながったみたい。よしよし。この辺はね、やっぱ、藤子、F 不二雄ミュージアム行くとね、全部の作品の。そうだね。あー、やったー！あー、マリトッツォ！マリトッツォ好きなんだ。パーマン。いちご？諏訪三男かな。楽しみだ。あ、よしよしよし、すぐ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 座席すぐ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 座席はいくつあってもいい。そう、横並びでもいいしね、同じ。お？その左側。お？そのひもう一つ左。うん。どう？いいね。よしよしよし。お客さん候補。ちょっと食材探し行かせる。忘れてた。もう一つ隣できてんの。あ、ジャイアンに行かせるか、戦わせるか。戦う。当選もしてるか。行け！ジャイアン！で、商品も作んなきゃいけない。うん、醤油だ！みたらし作る。あ、醤油、みたらしの。え？座席の見た目が変化したよ。いつもの和室じゃない。あ、確かに洋室になった。あ、本当だ。座席の周りに立っている施設によって見た目が変化しますって。いろんなジャンルの座席を見つけてる。なんだろう、外に近いから。ちょっと道がないってなってる。これやっぱ立て方もちょっと。フィーバーした！カムカムキャットのフィーバーの間でお客さんの購入数が増えて売り上げアップする。ラッキー。ちょっと変える？うん、移動しよう。下でジャイアンも歌ってる。これかな。これをここは？いいね。道がない。あ、そっか。そのあれだね。どういうことだ。自動販売機のあれじゃん。あ、そういうことか。これで解決かな。解決したっぽいよ。うん。あ、業界新聞最新号届きました。躍進が止まらないドラビアン内藤ですが、カムカムキャットがインタビュー受けてる。新導入したという情報が入ってきました。導入されたカムカムキャットはお客さんの満足が高まるとフィーバーが起こる品物で、店の前の通りかかると思わずお店に入りたくなっちゃうとのこと。カムカムキャットの効果で来店したお客さんに話を聞いてみたところ、今日は別の用事があったのですが、無性にお店に入りたくなって一日楽しんでしまいました。何やら怪しい話だ。明るい話をしてくれましたが、途中で用事を思い出したようであたふたしておりました。取り込んだお客さんを話さないドラビアン内藤の経営手腕には脱帽です。話したくないんで評判上げていきたいんだよね。あ、当選もされてる。これ早めに回復。気力回復もね、使おう。ペロペロキャンディーだけにしておくのは、これさ、気力が減ってるのも良くないのかもね。なんか休憩室のアップとか今後。あ、ほらほら回復しちゃうもん。でも強いよ。あ、するか。伸びたる？伸びたやられちゃう。もうしちゃった。でも F 使っちゃうもん。そうだ、10も使っちゃうしかも。で、35必要なのに21や。あー、ほら、あ、よかったね。もう伸びたが弱すぎんだ、多分。そう、気力が少ない。10しかない。いけるか。ジャイアンだけやられなければ。危ない危ない。スネ夫とジャイアン残ってる。いけ。よしよしよし、倒した。ジャイアン強っ。危ねえ。あ、じゃあ、使ってよかったな、結局、ね。よかった。うん。やった、邪魔者を追い払えた。この人はお店に招待してほしい。
星野すみれ。え、抹茶ドライ化粧どういうことだろう。おもてなしのとこにあんじゃん、お客さんのお願い。あ、あるわ、招待する。お餅系、あ、かしわ餅かなんか作ってみる。お餅系食べたいな。カフェの雰囲気が好みだって。カフェの雰囲気ないもんね。送迎バス走らせたい。こういうのは聞いとく、うん、あ、あのあれだ、あのまた建築ができるようになる。だからやっといていいと思う。あ、これ、あ、あ結構茶室いろいろりのいろりは、いいよね。配送センターお金なくなってっちゃうよ。とりあえず作るよ、うん、お、新しいストーリー発見しました。リサイタル開催後だ。あ、やってよかったかどうかこれで分かる。そうだね、リサイタル日の売り上げすごかったな。そうなんだよ、みんな狂ったように買ってくれちゃってさ。言葉気をつけろ。あんまり衝撃的な歌声にみんな混乱しちゃったかもしれないね。売り上げが上がったのはいいけど、お店の評判は下がってたわね。下がってたわ、そういえば。あ、なるほど。もう評判は戻ったみたいだよ。だからあれ下ずっとこうついてたんだ。なるほど。考えただけで寒気がしてきた。ほら、評判120人だ。ほんとだ。新しいストーリー。母ちゃんの機嫌。母ちゃんの機嫌。ドラえもん、ちょっと相談があるんだけど聞いてくれるかな。ジャイアン、どうしたの、どうしたの、ジャイアン。うん。どういうの。ゴーダ雑貨店の売り上げが好調らしくて母ちゃんがご機嫌なんだよ。へえ、いいことじゃない。そうなんだけどよ、あいつらには内緒だぞ。実はこの前のテストで0点取ってよ。バレる前に母ちゃんの機嫌をもっと良くしておきたいんだ。うん、それで。ゴーダ雑貨店の売り上げを上げれば怒られないと思わないか。確かにね。だよな、じゃあ頼んだぜドラえもん。売るもんもっと増やしたりすればなんとかなるだろう。わかりました、わかりましたよ。もう乱暴なんだから。お、どうぞ。そういうのが必要。あ、抹茶、抹茶来た。抹茶抹茶抹茶、ちょっとこれポンプが使えるよって何。あ、増やせる、増やせる、拡張しよう。ひでえ、家がなくなった。すげえ広くなった。でもなるほど、こうやって増えていくんだ。強制立ち抜きだ。ビー玉、ちょっとあの新商品を作りたい。ここだ。あ、ビー玉醤油抹茶。あとトレーニングもね。忙しいぜ。行かせよう。ハテナがある隣のがいいかも。空行かせるな。うん、確かランク2で発見、それが書いてある。うん、ランク2でした発見とか、もしかしてそういうことなのかも。何が欲しい。あ、でももう一回ここ行っとく。うん、抹茶。まあ、いや、行かなくていいのか、うん、今ないものバター取り行く。あ、確かにバター欲しい。ジャイアンで行く、うん、出発しました。新商品作る。抹茶どら焼き作りたい。あとお餅で、かしわ、あの、かしわ餅みたいな、よもぎの葉っぱの、なんだっけあれで、おもてなしようよ。それかな、よもぎ、うん、あんこかな。あんこできるかな。あ、違う、これはよもぎ餅か。そうか、うん、あれかしわ餅か。あ、ジャイアンにやらせる。いや、230円のすごい。じゃあ飾り付けます。お、新しい、いいね、いいね、いいね。お、いいね、いろいろ増えた。まず、F がかかるな、ジャイアン。まあいいだろう。あ、なんでもいい。あ、でも、よもぎだか、春。うん、そっちの方がいいと思う。
なんかこれいいんじゃない、評価高いんじゃない、うん、もしかしたら、うん、あ、お母さんの食べた卵意外といける、個人的に好き、3いつか輝きそう、いけ、おお高い、9新記録だ、新記録出たね、やった、あ、お餅の棚来た、お餅も作ろう、OK、 お餅の棚、しかもランクアップするよ、特にそのここか、あそこいいね、そこあいいね、いいよいいよ、非常にバランスいいですね、で引き受けたお願い事が無事に完了しました、はい、送迎バスがお店の前に泊まるようになりました、これ勝手にかな、うん、茶室が作れる、広げて茶室とかも作るか、そうだね、うん、いろり配送センター、ここ広げていくよ、うん、こうやってやっていいのかな、あ、それかもう、あ、置いてってもいいし、置いてっちゃっていいのか、うん、それもあり、うん、こういう風にで、つなげるっていうのもありか、こうだな、これでいい、いいよ、で、茶室、道がないから、で、茶室も作ろう、茶室も近い感じで、茶室ってさ、こういう感じじゃない、あのほら外からさ、あ、別で入れるようになってたりしてさ、縦にもできるんでしょ、できる、こうする、そのありだね、で、芝生でこう引っ張ってってね、こう、うん、あ、まあ廊下でもいいか、普通にこれデザインタイル、あ、じゃあこれはあれで和風だから、じゃあこっち側は和ね、うん、で、そこ木ある、こう芝生で、ちょっと大きいな、オッケーオッケーオッケー、お、いいんじゃん、なるほどね、うん、こっちもつなげちゃっていいけど、謎のいろり、あ、探してた方に無事出会えたようです、パーマン3号、お客さんはこうなんだ、あのビスケットみたいな、ちょっといろいろ、あ、ランクアップになってる、ランクアップ、うん、見せる、よっしゃ、評判が100余裕で超えたか、ジャイアンリサン、リサイタルを終えて、はいはい、ランク2になったってことは、あのほら、うんうんうん、行ける場所も、あ、そうか、はい、あの探索で、そうそうそう、やった、こうやってどんどん上げてくんだね、すごいスピーディーに、タイルの地面、ちょっと待って、むずいよ、あのね、大きな岩とかどこに置けばいいんだ、まあでもとりあえず、うん、今こう整理していくと追いつかないというか、そのどんどん新しいもの出てくるから、確かに、うん、雑でいい、いいね、最初は作るよ、あ、新しいお菓子、ねえねえ、僕たちのお菓子の美味しさってよその店と比べてどうなのかね、よその店と比べてか、考えたこともなかったな、まあ美味しかったらいいんじゃない、のび太のんきだな、世の中にどら焼きなんやなんて山ほどあるんだぞ、もしよその店があの方が美味しいってことになったら、お客さんが来てくれなくなるかもしれないぜ、え、それは困るよ、それで今のところ僕たちのお菓子はどうなの、よそのお店より美味しいの、美味しくないの、美味しいって感覚はお好みもあるから、よその店と比べてっていうのはなかなか難しいんだ、それならコンテストで優勝してみるっていうのはどうかしら、よその店と比べて美味しいかどうかプロの判に判断してもらうのよ、うん、いいじゃねえか、やってやろうぜ、どら焼き協会のお墨付きももらうようなもんだから、お客さんの評判も上がりそうだね、
ただし、もし優勝できなくても僕たちのお菓子が美味しくないってことじゃないんだからね。それだけは忘れないでよ。もちろん。じゃあコンテスト優勝を目指して頑張ってみよう。お、来た。霧が多い森。怖い。怖いな、こういくの。あ、いろいろ。あ、初級の案内。うん。ランクアップの条件来たよ。はい。評判、あ、250。あ、250か、高いな。コンテストで優勝。うん。検定もう一回。あれ検定もう一回やるってことね。コンテストで優勝。未来デパート新商品。はい。じゃあ、ちょっと待って。ちょっと、先にさ、うん、日付が変わっちゃう前にさ、検定のあれ見とこう。あ、じゃあ、手伝いの。わびさびのあのお部屋でいい、そしたら。わびさびが雰囲気が好み、うん、大福系。大福系。いちごないんだよな、まだ。なるほどね。うん、オッケー。で、あとはショップで、未来デパート行って。お、なんか仙人みたいな。神様ロボット、お客様の満足度がアップしやすい。いや、いいけどな、買えるな。うん、言葉が通じないお客様のおもてなしできる。あ、これは評論ロボットね。どうなんだろう、評論ロボットありだね。あ、通り抜け、あ、温泉ロープ、足湯が作る。何でも空港、何でも空港は世界の人来れんのかな。あ、なるほどね。じゃあ翻訳こんにゃくはそしたらでいいのかな。そしたらでいいかもね。これ何一周の費用が少しする。あ、いいじゃん、ね。でもお金は今結構ある。あ、でも2万1000円しかない、いつも。でもこれやれば後々節約から早めのがいいよね、こういうの。なるほどね、うん、やる。いいよ。あ、これもいいね、相手のものみたいな。あ、これはでもこれやっとくか、うん、お菓子いっぱい作りたいから、今後ね。導きエンジェル、導きエンジェル置かなきゃダメ。あ、全国和菓子屋さん売上ランキング発表された。僕たちのお店は27位。27位、まだまだだな。うん、1位は1位、日清製菓。日清製菓。四越デパート。四越デパートで強えな。池ちゃんの越中製菓。ダメだ、まだまだだ。あ、まだまだだね。うん、はいはいはい。あ、ランキングの推しはダーツで決まりますよ。こういうことなんだよ。え？なるほど、責任重大だね。あ、当たった色のマスの推し。頼む、赤、赤。よし！え、でかっ！でも下もね、濃いんだから、まあいいんだけど、でもこれでかいよね。あの、あれ、いけるわ、21円も。21円も行こう。伸びた、お客さんも伸びて。お客さんめっちゃ伸びた。ジャイアンリサイタルだ、やっぱ。ジャイアンミスだ、やっぱ。すべては。でもあれを得て。軌道乗ってきたぞ。うんうんうん。5月になりましたー。あ、誰か来ました。顧問いきますよ。はい。誰か来た。ドラビアンナイトのお菓子を商店街の食べ歩きスイーツとしておすすめさせてください。いい、どうも町おこし委員会です。大福から選んでほしい。 あー作ってないんだよな、いちごないんだよ。これでいいか。うん、早急にさ、いちごを取りに行かせよ。いちごどっかあんのかな。ないかな。あ、これで薄く見えるのでない。あ、これ今のなんかいちごのいちご大福っぽくない？右の目。なんだろうこれ。なんかあれだと思うよ、書。ほら、あの研究の書じゃない、大福の書とか。これも菓子を餅の書とかじゃん。あ、いちご、ん？これ左に違う。焼き芋だな。でもこういうの行ってみるか、最初の方の。ちょっと待って、あとここ見して。これ。これが焼き芋とあれか。焼き芋と何だろうね。プリンとなんか、うん、こう言ってみる。当選簿勝てないんじゃないかな。じゃあ違うとこでいいよ。ここ行ってみる。レベル2がオープンしてる場所。し
下行ってみて。あ、それが霧が多い森だったのか。あ、なるほどなるほど。ここ行ってみな。いいよ。ハテナを増やしとく、うん、行ってみよう。あ、導きエンジェルも行ってくれた。よしよしよし。作れるもん作ってもいいけどね。大福とか。そうだよね。どれだろう。大福。うん。生クリーム大福いける。これいくか。いいね。いいね。はい。うまそうだね。うまいよね、生クリーム大福。あ、伸びていくか。伸びた。3回しかいく。あ、しずこちゃんも1回になってる。あ、体力。あれあげたからじゃん。得意伸びたにやらせた。やらせた。いや、いや、すげえ上がった。新記録。あれなんだ、人気が新記録だ。飾り付け。いいね。うん。いいね、安いね、伸びたわ。いいね。いいね。シンプルでいい。オッケー。ショッカー開いて。キテレツいる。とんがりもいる。ママもいる。のび太に甘い、ママ。ほんとだ。今5。7。7。まあまあまあ。平均的な。新商品が入りました。大福とあれか。またドラえもんさん、お店のお金が残り少なくなってきた。確かに。あ、確かに。よくないな。あ、ドラミちゃん来た。お金くれんじゃない？今日のところ私が貸してあげるわね。え？ドラミファイナンス。10万円。え？貸してくれるっていうのは何の？妹に借りるなよ。ポッと使えるよ。使おう。また拡張できる、うん、ちょっと待って、どんどん。これはでも広げてった方がいいね。うん。誰か来ました？みゆちゃん？これ。違う。あ？誰だ？小学生だ。私の学校の給食に出してもらえませんかって。やった。わ、どうする？え、小学生が好きそうなのは生どら焼きとかどうだよ。生か。いや、まあ好きだね、うん、これにしようか。アンバターか。大丈夫？高くない？小学生には。でも栗どら焼きとかより安いもんね、うん、白あんはちょっと好き嫌い分かれるよ。じゃあ生どら焼きで、うん。ちょっと、お客さん、お客さんのお願い見てみる。あー、まだこれがね、 あれがないんだ。カシオの葉っぱかな、あれ。桜の葉っぱかな、あれ。カフェ作ろう。カフェコーナー。カフェコーナー作れんの？うん。なんかあんの、カフェの。多分ね、そう、あのね、洋風な感じのものを置けば。あー、なるほど。座敷が変わるっつってた。これ、いや、ダメだ。これ、お金が、どうする、うん、お金かかるの一回置いとこうよ。うん。これはいいか。うん。あ、これはなんだ？これやっていいか。うん。あ、これはやっていい。だ。あと21円分とつなげちゃっていいや。ちょっとこれも見ていい？フルーツどら焼きね。これやりたいんだよな。いちごどこで手に入るんだろう。みたらしプリンもまだね。あ、これいけんじゃん。あ、いけるわ、うん、これいける。どら焼きとあんことまず、うん、お菓子作る作る。どら焼き、どら焼き、抹茶、抹茶、あんこ、オッケー、オッケーオッケーオッケー。もったいないかな、うん、じゃあやっちゃうか。すごい美味しさが高い。ドラえもんがやると、うん、お皿。あ、いいんじゃん、一番上で、うん、一回これで、うん、うわ、シャ
洒落てんな。これあこれいいじゃん。うん、これでいこうか。シンプルに。雷ゾウ三三二二五一だ。一六一。あ七か平均的だ。うん、お来た来た。チンプイ。チンプイが来たよ。チンプイが喜んで。オッケー。これ F キャラが増えるのもね、なってる。あ、4人座席。これ壁になんねえかな、4人座席。なんないかな。とりあえずここちょっと拡張するよ。町おこし委員会が報告に来てくれました。大福渡した。お、イベント盛大に盛り上がって。おー、トレンドになってるようです。うん、よし、280円になった。どうぞこちらを受けてくれ。4万増えた。あ、こうやって植えてくんだ。メガネ。ちょっとデザインタイル。あ、タイル地面を、うん、あの、あ、デザインタイル。デザインタイル。もう一個もあったけど。壁っぽい。壁マークついたやつ。下のタイル、どっちもありだね。じゃあデザインタイルにするか。合うから。そうだね。これでもあの明確にどこに作るか考えた方がいい。ここそこ、ここ洋風の場所、洋風ポイント。どんどん行こう。広すぎるね。こんぐらいでどう。うん、一回作るよ。うん、にして、あ、あ、ここ洋風になった。洋風タイルで、でここに4人、うん、4人席作ろう。席作ろうよ。あ、いいね、いいね。あの隙間から入るこういう感じ。うんうん、で、なんか洋風の装飾ない施設とか。あるある。装飾でもできてからでいいんだよ。うん、これもこっちに持ってこない？ありだね。うん、こことか。うんうんうん、こういうこともできる。それもありか。うん、そうすればそこを、うん、広げられるもんね。で、ここも、あ、洋風になったよ。喫茶店になった。いい！いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。よし、小学生が来た、あの、生、うん、どら焼き。お、また食べたいと。お！プレミアつく。よし！よしよしよし。高い、これ。うん、5万。もう小学生から5万。小学生から5万。百科事典。大福の書。大福の書なんだね。いちごじゃないのか。やろう、トレーニング、あの、あれも。大福の書ってどうやって作るの？ここ行くか。うん、またジャイアンで14文字。トレーニングもした方がいいね。もったいないね。そうなんだよ。忙しいわー。ピーナッツ食べるとか増えてる。あ、リサイタル危ない。やめやめやめ。あ、これすげえ上がる。うん、2回ぐらいやってもいいかも。伸びただけすごいな、食べ方。もう1回やる。うん、何使うんだっけ。あ、これでも全然いい。50万円ね。うん、あの技術もっと上げたいんだよ。あ、でもピーナッツの方が上がる。技術ピーナッツはいいね。でもやるたんびに上がってっちゃうね、コストが。そっかそっか。じゃあけん玉の方がいい。のび太優秀だな。のび太めちゃくちゃ UTT プレイヤーじゃん。うん、すげえ。のび太だね、ジャイアンより。あ、ジャイアン行っちゃってっからじゃん、もしかして。大丈夫？上がってた？上がってると思うよ。上がってた。ピクニックの行き先が人気観光都市。ピクニックの行き先って何？あ、お客さんたちは。お客さんと行くやつ。ミルクアップが玉光だし。こういうアイテムの使い道？
ちょっと見てみよう。なんかそっか、アイテムいっぱい持ってるよね、うん、それをね、レモンジュース、オレンジジュース、アセロラジュース、よいしょ。どうする、お客さんの、そのレモンジュースにしてみよう。これ、あ、そうした、飲むと F プラス2の、うん、もらってくってこと、増えてくってこと、強すぎないそれ。いいんじゃない、評判が上がるのかな、あのさ。はい、なんだっけ、アイテムだ。どこにあるんだろう、アイテム。秘密道具じゃない、お客さん、はい、これだ。これのさ、お菓子を2個多く買うようになる。はぁ、なるほど。そういうの使ってかなきゃもったいないね。これ何、罰、相性、使う、アイテムとの相性じゃん。メガネかけてる人だ。ほんとだ。雷さんに使う。こうやって、もう、うん、先生にも作ってる。これガンガンやんないと。釣り竿は？釣り竿もそうなんだ。釣り好きな人だ。ああ、とんがり。とんがりに使って。もうガンガンやっちゃおう、これせ、ね、うん、使える人が。そうだね、20丸ある人にね。これはもう着てるやつでしょ。あ、星マークついてる。めちゃくちゃいいじゃん。これ何が？あ、そ、これで集めできるんだ。あ、ってくる。すげえ。すげえ。あ、着てるやつ。ダイヤか、渡したところ。なんと、このつけます、これやらなきゃダメだ、やんなきゃダメだった、よかった、これつけなり、へぇ、パーマセットもだからあれだ、あの子に渡した方がいいんだ、盆栽先生に、盆栽先生ってなんだ、ビー玉、あ、ビー玉はまだ、うん、今後でもできすぎか、なんか一枠ぐらい開けちゃったよ ね、星のために、うん、パーマン使えないかな、着てるやつもあげちゃっていいか、これ、うん、本ばっかだけど、パーマンセット、パーマンセット、お、来た来た、これパーマン1号パーマンになるよ、なんと、いやー、パーマンになった、最高、面白、なくすなよ、絶対ダメだろ、なくしてて困ってたんだ、魅力アップ、ちょっと待って、これどういうこと、施設の魅力がアップする、はぁ、カフェあげよう、カフェ4人席、すげえいいじゃんこれ、うん、あ、やべ、2個使った、まあ、いいよいいよ、これでやめとこう、これ買えるし、レトロモダンな2人席とか違うんだね、なるほどね、うん、あ、近くに置いたりしてるから、カフェの近くにも置こう、なんかいろいろね、そうそうそう、こう爆上がりする、これあれだよね多分、いろいろ置いてる和室の、うん、あそこの魅力ってことだよ、だから、なるほどね、あのカフェっぽい建てるで装飾で、こその、うん、そういうやつだ、それは ないかな、これは作ろう、すぐ、こういうところ、うん、最高、ここに、うん、最高、お客さん候補でコロスケ来た、じゃあこれもこういうのもアンドンも立てちゃう、うん、アンドンもその和室の近く、あ、いいんじゃない、この範囲内だと、あれが出るってことなのか。じゃあ、ここがいいじゃん。うん。和室同士で。でも、通路的にちょっとそ、広げる。広げるから。オッケー。よしよしよし。
お、はい、業界新聞最新号来たよ。あ、どんどん目まぐるしく。お、ロボットを発明。なお、作り方についてあ、これか。発明好きで知られる。うん、できたやつくんね。きていつくん。年間のロボット開発に成功。弊社の、インタ、兵士のね。兵士のインタビューに、きてくんは、コロスケと命名しました。これで満足せず次の発明に取り組みたいですと力強く答え、未来の発明家の片鱗が伺いました。なんかさ、あの、うん、キテレツの横にあるやつがコロスケみたいで嫌じゃない？あいつがインタビューしてるの、はい、そういうことか、ね、作り方は秘密。これやっぱり、あ、改良する、あ、改良、あ、そうだ、さっきドラ焼き改良したんだよね。あ、だこれを使って改良するのね。もうちょっとしてからのがいいな、大福。もうちょっと増やしたいね、まず。大福の種類。大福増やそう。大福の皮がないんだ。さっきお餅。うん。お餅増やそう。黒ごまできる。お、黒ごませんべいみたいな。ごませんべいだ。ごませんべい、いいね。仕上げ。お、ジャイアンタイプです。こういうのはジャイアンが好き、ね、うん、おお。かかるんだよな、ジャイアンは。ジャイアンかかるんだよ。金勝負なんだよ、ジャイアンって。金と F をすげえ使う。これなんだっけ、ほおずきだっけ。ああ、そう、ほおずき。金、F もすげえ使う。金も F もかかるな。でも、おしゃれだな、なんか。ね。いい感じ。いい感じ。少ないぞ！お、すごい！ 5！ お、すげえ！すげえ、10いった。キテレツ、貫禄がある。よしよしよし。で、で、で、ちょっと待って、ちょっと待って。いちごどうにか、いちごとかね、あの、ショップ、ゴーダーショップ見てくる？なんかさ、やってないのをさ、やんなきゃ多分ダメなんだよね。かな。ゴーダーショップには売ってないかな。さすがに出ないか。出てないのは出ないのか。下、終わる。よもぎじゃなくて、あ、よもぎか。あるよ、ここ。桜の葉じゃないかな、あの。なんか、柏だよね。柏だよね、あれ、ね。柏の葉だよね。食材見つけに行くしかないのか。あ、コロスケ、コロスケもなんか欲しがってる。柏餅っぽいな。雷おこし、やめてくれよ。フルーツどら焼き、これイチゴだな。イチゴはどうやって手に入れんだ。ちょっと待って、どんどんお願いも増えてる、うん、見てくよ、うん、この辺、みたらしプリン、みたらしプリンまだできないの。水飴もプリンの音もない。これはイチゴだね。イチゴがないんだ。で、あの、ほら、やっぱこれだ、これ。あ、でもお餅系っていいなら、あ、そうだ、あの、審査だ、あれ出さなきゃいけない。でもお餅系、壁作ってで、お餅系あるからいいんじゃん、もういいんじゃん、しちゃうか、うん、別にこっちでいい、こっちでいい。これがなんだっけ、今のは。今の審査、審査、審査か。これ欲しいの、それ、これでやっとこうか。お、寄せ、寄せはいらないな。あ、やばい、寄せ押しちゃったいいか。まあまあまあ、とりあえず作らなければ。行き先、木製パーテーション、これはどうする。まあ高いんだよ、これもやっちゃおうか。でも、いいけど、借りてんだよ、10万。これ何？翻訳こんにゃく。ああ、なるほど。翻訳こんにゃく必要。買えるわ。翻訳こんにゃく買おう。なんか、あとない？その、アイテム手に入るような。新しい食材手に入るよ、みたいな。うん。まあ、でもこれで、そうだね。
よしよしよし。静かに。はいはい、お餅の書。手に入んなかったね、いちご。行っちゃう？次の、ここ。次の行ってみようか、うん。伸びたで行くか、伸びた行く。なるほど、これも変えられんだ。あ、なるほど。これ、もったいなくない？いいのかな？いいか。どっちでも。いくか。うん。いくよ。うん。で、あとさ、21円もも、キャラ。解放しよう。外前も。そうだ、21円物のキャラ。なんかそういうのでもできるかもしれないか。新しい。確かに食材とかね。うん、もしかしたら。はい、21円物も解放しました。どんどん進んでいく。ね。楽しいぞ。このスピーディーさはいいね。うん。もう黙々とやる感じだよね、うん、これね。あ、なんだこれ。これなんだ。あ、これどう？オッケー。はい。ジャイアンのお願い、もうどんどん、どんどん届いてる。お客さん興奮も増えたし。お客さんお願い。し、あーあー。これはもうできない。これやったよね、さっきね、一回ね。で、やっぱ、増えたっつっても、既存の商品増えただけだったから。いや、別にそこまであれか。うん、これやってみる、ブービー、さっき。うん、豆おかき。豆と大福の。くず餅。あ、かし、ん？くず餅。くず餅。ちょうだい。ちょっと作ろう。なんか、消えてるけどなんだろう。これや、適当にやったらできんのかもしれない。桜。ああ。できた。こういうのできる。こういうのできるんだね。いや、知ってればできるね。ああ、なるほどね。うん。そっか、ヒントなくても。桜餅。ジャイアン行くか。ジャイアン高いから静かにする。そうね。ポイント高いもんな。ジャイアンポイント残り少ないもんね。そうそうそう。まあ2ぐらいだったらいいでしょう。まあまあかかるな、しずかちゃん。でも美味しそうだな、桜。いや、ちゃんと分かってんね。分かってんね。桜餅に桜、これあえていいのかな。なしでいいんですか、しずかちゃん。いいでしょう。2、1、何で分かるの？このメーター。3、8。まあまあいいね。まあまあいいね。よしよしよし。大福コーナー今いくつあるんだ？ 3 つ。3つか。で、これが、お餅。あ、これ大福が2つか。うん、いや、違う。あ、お餅が3つ。うん、大福2つしかない。聞くたお願い事、無事完了しました。木製のパーテーション。これはどこだと思う？はい。寄せ。ピクニック、爽やか牧場。あ、来た！来た！さあ、気力10で回復することも考えて。よし。タイミング、ここだって言ってね、うん、押すから。一回攻撃見たいな。あ、一回このままでいける。10の力プラスでかい！でかい！あー、まだ大丈夫。ドラえもんがやられちゃうけど、どうする？スネ夫はミスをさせた。よし。よし。強い、スネ夫も。これやられるかな？やられてもしょうがない。あ、ドラえもんもやられちゃった。この3人で、回復しようか。回復するよ。うん。危ねえ。これジャイアン超強いから。よしよしよし。
これ耐えればスネ夫がやる。スネ夫はやられるんじゃないかな。あ、やられる。静香ちゃんがやってくれる。よしよし、静香ちゃんもパンチ。静香ちゃんもタンク役だから。タンク役か、静香ちゃん。ちょっとここも増やしたいね、場所で。パーテーション作ろう。うん、おー、プリンの元。よし、え、さっきプリン作れるぞ。あ、ダメだ、あれがない。みたらしなん、あの、そう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 、カラメルじゃなくて、なんかあって、あ、これも作れる。配送センター作ろう。これ木製パーティション、あ、そういうカフェとしていいね。どこだろう、うん、その辺、ここがいいか、うん、配送センターどこ、ここか。配送センター裏だな。ここだね、うん、裏に取り来てもらう感じだな。うん、あ、でもそんなちっちゃくていいんだ。これでいいのかな。そっか、こっちの、いや、なんかやだな、景観損ねるな。ここでいいか。これでも、もしかしたら道が必要ってなるかもしれないけど、やってみよう一回。で、ダメだったら移動すりゃいいし、どんどん。じゃあここに置いとくよ。うん、端っこの方がいいか。道必要じゃない。道必要とか。道がない。大きな本見つけちゃった。お、あ、来た。これなんだっけ。ここにゃん、ここにゃん、繋がんない。55必要だ。あとから繋ごう。道必要なんだ。あと寄せ、寄せどうする。寄せは和室の近くじゃない、その下あたり。これこうして、ここはかも。その道は、その間、そこ邪魔か。いい、ね、まあとりあえずいいんじゃない、一旦。うん、エリアとしてはね。どうする、やっとく、やっちゃうか。まあまた手に入るしね。ここやろう。うん、水飴、あ、水飴とあれでできんじゃん。あ、プリンできる、プリンできんじゃん。ほら、いけるか。醤油と水飴で。おお、よしよしよし。誰だっけ、みたらしプリン、みゆちゃん。お、しずかちゃんに合わせる。それ高っ。人気商品になるぞ。飾り付け。これ楽しいな、楽しい。ゲーム。うん、お、桜。桜好きだな。これはいい。うん、いいか。うん。非常にいいですね。2。1。3、8。まあまあ普通、まあまあ平均的。あ、プリンの棚になるのか。しかもプリンコンテストになるものが新たに。プリンの棚、そうありだよね。その上は、その上、そこひん、あそこでいいのか、そこ置ける。みゆちゃん来た。嬉しい。いい、あそこのコーナー。ここいいね。でもあの細い道からしか行けないのやだな。まあいっか。オッケーオッケー。さつまいもゲット。さつまいも大福みたいにできる。いちごどこで手に入んだよ。こういうの行った方がいいのかな。あ、か、醤油とか手に入れに行く。あ、そうだね。うん、こういう、あ、ベンゾーさんじゃん。よもぎが、ベンゾーさんだね。よもぎは今んとこいないか。醤油。うん、醤油取り行くか。ちょっとこれもったいないんだよな、これ。導きエンジン。導きエンジン外そう。銃も使ってんの、毎回。
よしよしよし。あとはちょっとこの外の飾り付けもしたいよ、ね。うわ伸びた伸びた、だいぶ伸びた、めちゃくちゃ伸びてる。お客さんがすげえ40人突破、全部新記録、素晴らしい営業成績ですね。リサイタル終わりからジャンプアップしてますね。素晴らしい、面白い。はい、ということで、5月も2週目まで、はい、来ましたね、うん、はい、これはねスルメゲーです、完全にこれはずっとできる系の、途中から味がしまくってくる味がね、いろんな味が、いろんな味がしまくってくる、いろんな味が入ってくる、うん、だってあの多分気づいてないやんなきゃいけないこともまだいっぱいあるんだよ、ね、そうで何かやると何かに絶対つながるから、そうそう、どんどん空いてっちゃってね、そうそうそう、やることが、ね、広がってっちゃうね、うん、うん、せわしな、うん、はい、ということで、これやること忙しいんでまたやります、はいはい、皆さんぜひ次回もご期待ください、はい、高評価コメントチャンネル登録もよろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね、バイバイ、バイバイ。